ギル対メロンソーダコーディー見ていきましょう。お願いします。あとこれでダブルキックから確かについについにあの玉抜けスキルに、そうですね、スネーを選択していますね。確かにね、さっきちょっとその玉に対しての回答がなかったと、プラスその持ってるんだけどこのムーンサルトで釣られてしまう、しかもこれはもう違うやないかい。ダーティーコーチ一気に変えてきましたね。そうですね、全部違うんです。おっとスウェーで避けてと投げて、あと1回分残ってます。ステップホームラン。ここはどうだ、コパンからの投げ。このパッとスキルとトリガー変えてもすごい連動感じるのかっこいいですよね。やり込みっすよね。結構本物だったらね、そのごちゃごちゃなる、うん、この玉抜けとかのやり方もなんかすごい。とりあえずここは駆け上げ系、なるほど、ゲージを吐いていきます。8強パンタイクしっかりと落として、スウェーが非常に機能している。この下と上の使い分けはなんだろうか。でも連動ね、やっぱすごい。だってアッパータイクちゃんと出とるじゃん、今まで結構スキルタイクしましたけど。そうですね、すごい。あっとここもなるほど、こっちならいけるぞと、はい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 、釣られても問題ないと。投げは抜けて、ここでクオールキックの発想シフトで手堅く守っていく。ダイヤシこれもイケメンか、スリーオンポストイケメン避けています。今イケメンいなかった、すごい。いやおったよ、おったおったおった。いやすごいですね、てかあれ。そうですね、これだけ内容が変わると。あれてかあれ抜けれるんですね、あのトリガー、キャンセルトリガーをクオーラルキック氷か。そうですね、派生を。プライムスエニフレ玉無敵と。1-0 メロンソーダコーディがリードしています。ハンマーの端に追い詰めています。狙い下げるチャンスとなりますが、ここで発動ステップ、これも取っている。ホームラン、シューパン通してラフィアンキックでの追撃。ここはしっかりとバックステップ。しかしこのムーンサルト2ドロップ完全に対策している。投げを通してあっという間に決勝、これウィナーズファイナルじゃないですもんね、グランドファイナルですもんね。グランドファイナル、さっきの試合でこれだったらまだ全然試合内容変わったかもしれないですもん、ね、はい、っていうか心境がそろそろこっちじゃねえかっていう、いやそうそうそうっていうかこっちじゃねえかっていう感じに一気に内容が先ほどとは変わって、なんかタイミングちょっと足はいいってもんでもなさそうな、うん、シビアな感じはするけど、うん、それでもあのスキルよりかはっていうリターンが高いもん。タッチキックから発動、ジャケ EX ノック大きさめはタッチキック、あっとカウンターしている。スイング、フレーム消費から追い上げていく。おっと上りで潰していく。そして EX ファイル発動、肘ラリアット消費から追いかけて反属性コンボ、シュキック、あーこれは投げ勝っている。イクソンからのタクはステップ止めています。ここは通さない。あの EX ムーンサルト、いきなりギルがブチギレたかと思いました。ブチギレてシャコンシャコンって、あれ上で潰せるけど上でなんでしょうね、相手に当たったの珍しいですね。そうっすだね、ブラキックステップの中盤、中央し、ここはしっかり確認しています。ブロッキング、しかし2段、なるほど、対策かギル側も難易度があると、カンカンってやんなきゃ。リセットとなるんでしょうか、それとも村正ギルが一つ返すか。ハンマー取っている、パパラリアット押し返して、おっとこれは難しいんだな。スーパン
パイロからの圧を投げて大ヤシクロスカウンター、ここの攻めどうだ、大ヤシスイングピンボールから下段しのいでいる、ここも投げは抜けて、うわスリーオフロストア下段もう被弾は許さない、ここはトルネードスイープの上から集めていく、この距離のパイロもクライムスウェーで抜けてしまう、相当レベル高いことやってますよこれでも、あのメロンソーラー、うん、さあこれでリセット、うん、でもさっきとは全然もう試合内容がガラッと変わって、うん、もうマジかって感じ、逆に村正さん側がかなりやりづらい、そうっすね、展開になってますよね、依然として防御すごい硬いし、うん、ラリアットの力もすごいうまいしなんだけど、やっぱ球は主力の一つだから、うん、これをあんだけ抜けられるんだったらリターン取られると、もうあんなリターン取られちゃったら、あれ一応コンボが入ってるから、スキルラフィアンとコンボ入ってるから、あれを球でどうこう挽回ってもうできなく、うん、2回抜けられたらもう球じゃ無理ですよね、うん、そうですね、しかもかなり近い距離でも抜けられたり、キャンセル球とかも抜けられちゃってて、固めの選択肢とかもやっぱ選ぶの難しそうですよね、氷の球打っても抜けてますからね、その強弱というか、うん、炎と氷で弾速違うんですけど、そこにもちゃんと合わせてやってきたのが、両方のタイミングが取れるような距離でやったりしてますからね、うん、かなりやりづらそうですが、うん、どうなるんですかね、これで内容がリセット後に変わるのか、ぜひアレス先生、そのギルがどう変えてくるかですよね、そうですよね、逆に次は、うん、結構やっぱ球主体でやっぱ球がどうしても立ち回りの要になるから、うん、難しそうですよね、本当に球を使わないってのはちょっと、うん、かなり難しいですよね、意識そらすためのムーンサルトもスウェーで普通にスッて送られて、はい、コンボ入ってるし、じゃあヒットした時だけやろうってなるけど、まあ、すると、ね、うん、あの2位をすかすで、あれ一応タイミングがあるよね、多分その2位をすかる時と当たる時とガードの時が結構あったけさ、うん、タイミングはシビアなんかなとは思うけど、性能がで、なんかがっつり避けたの見て引きつけて押すとガードが間に合ってたりしてたから、あーなるほど、空中2フレから25フレが空中攻撃無敵があるんで、なるほどなるほど、あじゃあなるほどですね、じゃあ食らってたパターンは多分 P を押しちゃって、あそう早く派生しちゃって派生を出しちゃってたパターンで、うん、じゃあって1回引きつけてガードされちゃったパターンがあったと、うん、そうですね、多分はいはい、なんか多分村正さんもキャンセル2とか出す位置、あのすっごい近くの中足から出したり、うん、遠くから出したりで微妙にそのタイミングをずらすような感じ、うん、体に当たるタイミングをずらすような感じで使ってたから多分ミスが生まれてて、なんだけど1回成功した時のリターンが高い、ただそれを求めたまえ、さあそれでは見ていきましょう、泣いても笑ってもラスト、はい、グランドファイナルリセット、村正ギル対メロンソーダコーディーで続いていきましょう、このムーンサルトもしっかりとスウェーで、あー、ね、やっぱこうやってずらしたりして、うん、タイミングをずらすと、あくまでこれで勝負するみたいな、そうそう、ね、うん、気合も感じる、ただ抜けづらい、抜けても届かない位置の球打ちとかになるんですね、そうですね、はい、この距離ですか、ハンマーここで発動していきます、暴れて、いや難しい、ね、落としづらい位置、うん、シューパイロシャール中でのタイプは、うわこれは差し返している、そっちがそう来るなら、そして EX ラリー一気に対応してきた、うわまさぎる置きで杖を置いたら許さんぞと、そしてこれも見ている、すごい、ビーンボールの設置を許さない、タ
対応力がちゃんとあるな、お互い。ミサキで対応してますからね。いやすごいっすわ。いいですね、格闘ゲームと格闘ゲームがぶつかり合って格闘ゲームになってる感じがすごいっすね。投げて、ここブロッキング。あーなるほど、止めていきます。ユンさんと立ち強対応していきますね。その遠いと見て、確かにですよね、多分今の、はい、スキルやったら危ないなとガードされて下がって、しゃがみ中仕掛けに行く。ここのキャンセルパイロも抜けていきます。立ち強、立ち強前に行く。そう、ここは行くんやな。投げをつる動き、そしてここは伸ばしていく、そして設置して手前設置、強利宅反属性コンボ。なるほど、十分すぎる火力、オーバーキル、セラフィックウィングで村正がここに来てメロンソーダの動きに対応しています。見せますね村正さん。なんかそのなんていうのかな、読み合いの部分をいろいろと変えてって、はい、あの最終的にそうトリガーで締めるって感じなんですけど、その全部を無理やり変えるんじゃなくて、今言ったその、ね、読み合いのポイント変えて、はい、ちゃんとこう対応するっていうところを見せてくれるのは僕らとしてはすごいいいなと思いますよね。レベルの高い試合をここで見せてもらえるんで、そうですね、格闘ゲームのすごいいいところが、うん、出てる試合ですよね。飛びが取っている EX ラフィアハンマーからのクライスへ、前に来るが大きい技置いてる、刺さっている、ブロッキング対応みたいな、パチキョパンチ、これは中央に逃げる、外してしまった場合もスキル1より全然具合がいい。立ち強、お互いバックステップ距離離します。トルネスイープムーンサルト、ここガードのエクラスとして踏み込みしゃがみ中、強気の選択、前に来るやる、音あゆじ追撃は入らない、弱中打撃通っている、そしてパイロからのスリーオブフロストは、これすごいうまくて中盤を見せてスキルを相手が構えてるのを想定して、そこに指があるから投げ抜けづらいなと思って移動させなきゃいけないから、はい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 、歩き投げみたいな。あ、なるほどね、そんな感じなんじゃないかな。しゃがみ中なんならギルフリスからね、なんか球抜けを狙っているから前に歩けると。格ゲージャンプ、マッチポイントは、いや来た、画面足の攻め抜けている、格ゲーグロップ、弱タッチ中、ここでトリガースの肘からクリオ距離、おっとここ行かない、どうだれ、トリガーを吐きつつ、あゆうち、そしてここで玉打ち対野球が始まる。え、すごくねてかブロッキング、ピッチャー投げたみたいな。しかしお互い打ち、石のダンス、スイング、おとラリー潰している、体力リード村正ギル、まあ、上に打ち上げて、おっとゾンク通っている、投げ抜けてクオーラルキック通っている、そして最後はすごいスリーオブグロスを対応に対応を重ねてグランドファイナルを制したのは村正ギルとなりました。おめでとうございます。おめでとうございます。